We'll right back. こんばんばはスマートシティインスティテュートの南雲でございます、えー。今日も皆さんお忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。えー、と今日はですね、え i、ー、とシビックテックゴブテックシリーズのない第5回目ということで、いよいよ AI の登場という、今日は会になりました、えー。コロナと戦う AI ということでですね、オルツの米倉さんを今日はゲストのスピーカーとして招いております。米倉さん、今日はどうぞよろしくお願いします。 よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい。えー、それからですね、ホストが私と一緒にですね、えっ、ー、と話を盛り上げてくださるのはいつもと一緒のアスクエイパートナーズの北野さんです。北野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。でいすですね、今日はですね、えっ、ー、と何て言うだろう。今までは比較的こうグラスルーツ的なお話も多かったんですけども、えー、中身から言うとですね、NHK スペシャルか。 クローズアップ現代かっていうぐらいの近未来を皆さんと見ていただくようなそういうバージョンになっています。これはすごいですよ。皆さんた普通見れないですかね。今日楽しみにしていただけると思うんですけど。それからですね、今日3人こうスピーカーありますけど、1人が AI ですので、誰が AI かっていうのを左右に当てていただければなというふうに思います。で、あの、ちょっとアドミの話ですけども、皆さんもうな慣れてらっしゃると思いますけど、Zoom のですね、えー、画面の下の方にカーソルを持っていっていただきますと、 チャットのボタンがありますので、ここからですね、えー、コメントとか、えー、ご質問とかをですね、書き入れていただければなというふうに思います。で、その時にあに、実は送信先っていうことで、す、え、べ、ー、ての,のパネリストおよび出席者っていうところをプルダウンで選んで書いていただくと、えー、書き込んでいただくことが皆さんで共有できると。まあ、可能な限りインタラクティブにやりたいと思いますけども、えー、いつもの通りですね、お堅い番組というよりは、 ラジオ番組か情報番組か最近哲子の部屋とかって言われてますけども、まあそんなノリで今日もやっていきたいというふうに思います。で前冬はここまでにしまして米倉さんにここからバトンタッチをしてお話を聞きしたいと思います。じゃ米倉さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいではえっ、ー、と私の方からえっ、ー、と当社が行っていることに関してご説明させていただきたいと思います。 えとどうもはじめまして、オルツのユネクラと申します、えー、と私は、えー、と人間自身の意識をデジタル上に再現するパーソナル人工知能というものを研究しています。えー、と個人のデジタルツインを作ろうということをやっている会社になります。 えーとパーソナル人工知能、このキーワード自体を初めて聞いた方もいると思いますので、どういったものかをご説明しつつ、えー、コロナ対策により、えー、人々の生活が強制的にデジタル化が必要となった今、どのような取り組みが有効かといったところを、えー、と AI というところの鑑定、えー、でお話しできればと思います。えー、と当社の、えー、と概要となります、えー、主にマルチエージェントの専門家と分散ストレージの専門家で構成されています。 でまずは、えー、とこちらプロモーションビデオを見ていただくことで、どんなものを作っているのかということをあの確認いただけるかと思います。ご確認くださいませ。 have coffee surfing i'm ellen's personalized ai in order to start using alts you have to connect it to your account on facebook twitter or some other sns start learning alts reconstructs a personality like yours by learning about you through your digital information such as email Learning complete. Once Alt has learned enough about you to imitate your personality, it can start working like you do. Good morning, Ellen. Hey, can you send me that document again? Of course, I'll send it immediately. <sighs> Thank you. You really saved me. You'll be able to ask Alt to do tasks like this for you someday. Here's your. I'm a bit hungry. Can you make some breakfast? Sure. Thank you. Oh, yeah. I meant to tell you. I want Kevin in on today's meeting, too. Can you check his schedule? Good morning, you two. John, what time does the meeting start? Oh, you're up already? That's a surprise. The meeting starts at 1 p.m. I drank too much last night. Feeling awful today, but I should be okay by 1 p.m. Alts can communicate with each other, and by learning about your relationships with others, your alts gets smarter. Alts' potential is infinite. For example, you can use alts for customer support, or as a textbook. Someday you might even be able to use to talk with your grandmother up in heaven. Alts continues to learn about you, and eventually it will be able to make decisions just as you would. Your body may no longer exist someday, but Alts will link your thoughts to the future. Listen, we've got a serious situation. I forgot to send the document to the client. Can you send it to them right away? はい、ありがとうございます、えっと、これは6年前に作ったもので現在はもうかなりあの高度なことになっていましてあの非常にこうあのテクノロジーとしては危険なあのレベルまで来てるかなというふうに思っています。リアルタイムにシンクロする意識が実用レベルに達すると圧倒的な利便性を生み出します。 いささか話として乱暴に聞こえるかもしれませんが例えば私の代わりに買い物をしてもらうといったことも可能ですし私の代わりに働いてもらうといったことも可能というわけですこちらは東京大学大学院の橋田光一教授の言葉です橋田先生はマルチエージェントの権威でいらっしゃいますが彼は個人のデジタルクローンの選択を支援することこそが AI の最強のユースケースであるとおっしゃっています はいえー、とこちら、えー、とご存知の方とい,あのいらっしゃらないかと言いますけど、内閣府で2020年1月に出されているムーンショット目標になります。これはいわゆるあのテクノロジーが、えー、とどういったところを着地として、えー、と何を目指していくと,、えー、と社会が一気に変わるかというところに関してを、えー、と目標として掲げているものになります。でその中であの私どもがあの作っているのは、いわゆるマルチエージェントであったりとか、PAI という。あの えと個人のデジタルツインになりますけれども、えーと、個人が、えーとまあ、ここに書いてある、えー、とフィジカル的なものです、ね、から完全に解放された社会というのはどういうふうに作るかというのは、えーと、このような、えー、とデジタルツイン、個人のデジタルツインを作り上げることで、えー、と実現可能というふうに考えられております。でまあ当社は創業6年前からこの目標に挑んでいる世界的にも数少ない企業の、えー、とものになります。 で私たちの p a i はデジタルクローンマインドトランスファーとかパーソナルデジタルツイン。 後のあの研究領域と言われていますが、えーと、意識のデジタル化のアプローチは主に2種類に分類できるというふうに考えています。えー、有機的に私たちの人の脳にデ,あのデバイスを差し込み、データをコピーして解析するアプローチと、えー、と私どものような IoT デバイスなどを通じて取得可能なデータから推測で再現するアプローチがあります。 えと今からは、えー、とこの有機的アプローチを、えー、とイーロン・マスクが、えー、と立ち上げたニューラル・リンクという会社がありましてそちらでのアプローチにかして動画がありますのでご覧ください。ちょっとショッキングな情報、あのデータでもあ,の人によってはありますので、ちょっと苦手な方という方は一分ほど画面を見ずに、えー、と目をつぶっておいていただければと思います。In this paper Two people with tetraplegia, that is, two people who were unable to move their arms or their legs in any functionally useful way, were able to control a prosthetic or a robotic arm simply by thinking about the movement of their own paralyzed hand. And they did that using the investigational BrainGate Neural Interface System. ご覧いただいた通り、えっと、デバイスを直接脳にあの差し込むことによってロボットを動かすということを行っている動画になります。これは、えっと、後天的にあの手足が動かなくなった方であったりとかに有効な技術なんですけども、 こ,こから取られたデータを元にして、えっと、意識を生もうということをニューラルリンクはあのアプローチとしては行っています。で、我々オルツがやっているのは有機的なあの接続の方法ではなく、えっと、デジタル上で、えっと、取得できるデータから推測であの個,人を、えっと、個人の意識とリンクするというアプローチを行っております。 でこの手法の場合のいくつかの問題点がありまして、それらの研究というのが我々の中では重要になっています。1つ目が、えっと、データ量が不足することです。2つ目がデータのセキュリティ問題、まあ。個人データを大量に扱いますので、でそこから意識を見ますので、えっと、データのセキュリティ問題。 で3つ目が計算リソース問題になりますで本日は、えっと、時間もありなので1つ目のデータ量不足と2つ目のセキュリティ問題に対する弊社の研究のみを紹介させていただきます。1つ目のデータ量不足とは、えっと、個人を表現するほどのデータ量が私たちを取り巻くデジタル環境ではまだまだ不足しているという点になります。 で脳の情報量は凄まじくありまして、数字領域は1ペタフロップス以上と言われています。これ、年々上がっているというふうに言われていますで。私たち人間は一瞬一瞬に大量のデータを脳に送っているわけですが、それほどのデータ流動が私たちの普段の生活や現時点ではお目にかかれていないという状況になります。でそこで私たちは、普段の私たち個人が触れられるデバイス環境からでも取得できるような少量のデータから 個性を抽出するということができないかという視点に立脚して独自のアルゴリズムを開発していくところをあの開始しましたで、すでにこれはあの様々な分野で効果を発揮しておりまして、えー、個性抽出モデルをあのテキストに入れれば私らしく AI が喋ったりとか音声合成に加えれば私らしい声を発するというような夢のようなモデルになりつつあります でその分かりやすい例として、こちらの音声合成の技術をお見せします。す、え、で、ー、にかなり古いもので、4年以上前の香港 AI サミットで発表させられたものです。えー、一般的な音声合成の生成方法と違いまして、えー、と一般的な音声合成は大量のテキストを、えー、と本人に読み上げてもらうことで作成するんですけども、えー、とこのものに関しては30秒ほどの,の w e b データをあの入れれば、音声合成が生成できてしまうという世界初のテクノロジーになります。 We are also developing the next generation voice-to-voice -voice adaptation technology which is also called unsupervised voice adaptation technology. We need a pre-built average voice model here again, but we use a deep neural network model this time. With this method, we don't need to read out fixed sentences. We can use arbitrary voice sample downloaded from existing recorded audio sources or video sources. In our previous method mentioned earlier, we needed to prepare speech and text at the same time. But in voice-to-voice -voice method, we only need a small chunk of audio data. Model building time has also been significantly reduced. It needs only around 10 minutes for processing to get an adapted voice model. Once we got the model, we can use it in the same way for voice synthesis. Let's check the voice model after the model building completed, and try to hear a synthesized voice for testing. Tonight, as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path towards civil rights. The recording and model generation time is greatly shortened compared to the conventional technology. Along with this, the cost of creating a voice model, which used to cost millions of yen for the recording equipment and work involved up to date, now has the possibility of being provided for free. Also, from the perspective of end users' ease of use, it can be expected that usability will be further enhanced by shortening the recording time. えと直近の成果では、もうすでに人間の声か機械の声かの判別は人間には不可能なレベルまで品質は上がっています。えー、とそこに関するあの、えー、と人間でなのかどうかということを見抜く AI に関しても後ほどご説明いたします。えー、こちらは私どもがあの来月、ローンチする予定の PI を使ったデジタルツインを使った、えー、と新サービスになります。えー、ナルチュードと呼びますが えー、PI に対して皆さんがあの普段利用しているようなグーグルとかツイッターのデータを連携するだけで、あとは PI が勝手にアンケートに関して答えていくということの自動アンケートシステムになります、おそらく世界初で、えっと、デ,ジあのデジタルツインですね、個人のデジタルツインを使ったアンケートシステムというのが、えっと、スタートする形になります。で私たちはこのナルティチュードが、事実上のベーシックインカムの役割も担うだろうというふうに考えて、あの期待しております。 えとまあ、ここまでであのお分かりの通りですねもう個人のデータというのはものすごく貴重だということを我々はものすごく体感しています。っ、えー、と我々があの今現状で Zoom であったりとか話しているデータであったりとかでもう十分その人の個性であったりとかを抽出することはできるというふうに考えています。でそれもこれも1つの例ですけども、これは来月ローンチのソリューションですが。 顔写真あの1枚撮っ,っていただいてデータとして入れていただければそこから極小のデータでもマスクの着用時、非着用時に合わせても、えー、人物を特定できるという AI のアルゴリズムになります。で精度95%ぐらいに出てますので実用レベルというふうに考えています。でここはまあ私の中での問題意識ですけど、えー、とコロナ環境下において、えー、とフィジカルな距離を離すということをルール化する。 というのが、えっ、ー、と今現状マジョリティ的な考え方になりつつあると思っています。で私はあのみんなが同一空間で一緒にいられるということは非常に重要だというふうに思ってまして、えー、そういった共存の環境をどう作るかというところに役立つ AI ソリューションを出していくべきというふうに思ってます。でそれこれも一つの例かなというふうに思っています。 でこちらは他社事例となりますが、えー、とその他コロナに有効と私が考えている AI の例になります。えーとまあ、この先ほどのソーシャルディスタンスの測定に関してあの左側のものになりますけれども、えーと、僕たちはあのさらにここから建物全体での密接度を可視化して、空間デザインに役立てられないかというあのモデルの開発も進めています。 で右側の方は、えっと、咳ですね。人が咳を検知した際に感染の可能性を予測するという、これもまた海外の試みになります。で僕らはあの、今現状、AI 議事録というオンラインミーティング時に文字化をするというサービスも行っているんですけど、僕たちはあの声ですね。声から、えーと えとイオンを検知して、えー、とコロナ検知というものができないかというあの非常に極少量のデータしか作れないようなものに関してもアプ,あのアプローチしていきたいというふうに考えています。で、えー、と次ですね、これ、2つ目の問題点のところです、PA、あのデジタルツインを作るときの2つ目の問題点、これはの、えー、とセキュリティ問題に関するところになります。 でえーとまあ、先ほどお見せしていたとき、個人を再現するということは、今の我々のえっ、ー、の持っているようなデータでも、かなり精度高いという情報が、あの我々を取り巻く状況でもあの感じられるという状況になりつつあります。でそうすると、パーソナルデータ自体が絶対に漏れてはいけない、でかつもう保管し始めなければいけないということを、っ、えー、と我々すごく体感して、あの提唱していると。 あのもうやるべきっていうことだとだいいうふうふに思っていますでこれはあのいわゆる人の記憶に該当するようなデータになっていきますので、えー、と繰り返しになりますが、えー、と完全なセキュリティを達成する必要があるというふうに考えていましてそのための仕組みがこのスタックという技術になりますで、一言で言いますとブロックチェーンと分散ファイルシステムの技術を用いまして分散パーソナルストレージネットワークを作っているというものになりますちょっと詳しく、えー、ご説明しますと えと右のように、えー、と地球上に張り巡らされた分散ストレージというものがすでに世の中にあの複数存在しています。でこれを利用します、えー。例えば私の名前をそこに保存,する、えーえー、と保存しますと、えーあの、スタックはその情報をバラバラに分断して、それぞれ,のそれ,ぞれを暗号化まずしまして、それぞれを上長化いたします。 最後にそのデータを世界中に分散させて保管するという形の仕組みになっていますで。これらの情報は全てブロックチェーンで事実的に管理されておりますので、改ざん不可能性が担保されているという状況になります。この時点で、えーと、おそらくプロフェッショナルの方であったりとか、疑問に思う人もいるかと思うんですけども、えーと、こちらのスタックノードに参加している私の、えー、と PC に、例えば 誰か全くく知らないいい人人の個人情報がが流れてくるという可能性がございますでそれはあの私がもう実際にあの7かの方で覗き見ることができてしまうわけですけども、えー、とその情報がスタックでは、えー、と細分化されており暗号化されておりかつ誰のものか全くわからない情報のデータに書き換えられていますでつまり従来の情報保全あの、えー、に関する考え方っていうのは AWS であったりとあたりか がもうそうですけども、守るという思想から、えー、と立脚して、えーと、セキュリティというのも作っておりましたけれども、スタックは情報漏えいは防ぎえないというスタンスで、であれば漏れてもなんら意味のない情報に、えー、状態にしてしまおうという、えー、とパラダイムシフトを起こしています。 でえー、これらの情報は復合ができるのは、この情報をアップロードした本人のみであり、スタッフを設計したオルツ、私どもでさえ手出しできないという設計をしているため、えー、と私どもを含む、えー、どのような組織からも情報が漏えいすること自体が不可能な状況になっています。えーとまあ、このシステムはすでに稼働しておりまして、えー、他社専門家からも量子コンピューターであらゆる暗号が解読される時代にならない限りは突破不可能というような評価を頂い,いております。 まあ人間の記憶を収めようとすると、こういうレベルも作らなければいけないというふうに私も考えております。でこのスタックの秘密あの鍵をスあの、スタックカードというデバイスに入れて、スタックカードっていうのを作っていまして、えー、これはあの秘密鍵をえっと保存していくものになります。でこのスパックカードに、えっと、あの情報を入れたときに、どのような動作をするのかというところのインターフェースをご覧いただきます。 なんかすあの僕が大好物のようなあのご <laughs> 質問いただいておりますけどあのまああのデジタルツイン技術を我々はあの進化させることでえっ、ー、と何が行われるかというと私たちの価値が上がるっていうふうに逆に思っていますえっ、ー、と私たちの時間っていうあの人間の時間っていうこの瞬間瞬間にす 常にあの消費されているような、えー、と状況になりますけど、そこを保管していくことで、私たち一人一人の時間とかデータであったりとかが、えー、ともうすでにものすごい価値を生み出している、あの将来のえっと人類にとってあの未来を作っていくことに役に立つあのものであるというふうに考えています。ちょっと続けます、すみません。えーとまあ、あのご覧いただいた通りで、スタックを使いますと、ブレイン・マシン・インターフェースという、脳波で物を動かすといったものにあの近いような行動ができるという状況ができています。 でえっと、ここはあの冗談の話ですけど、コロナウイルス、空気感染のほかのに手からあのコーナーに入る感染も多いということは知示かと思いますが、私自身があの触っていることが多い物体は何かというのを、1日計測したことがありますが、断トツにスマートフォンで、次にノートパソコン、でその次にドアノブでした。 えー、もしも一切デバイスを触ることなく、デジタルを操作することが可能となった場合は、まあ、私たちの,あの命の安全性みたいなところに関しても上がっていくのではないかなというふうに私は思っています。はいえー えっとデジタルクローンの実現度合いという点は、えっと今、ご質問いただいた通り、え皆さんもだいぶ実感が湧いてきて、さらにあの危険性であったりとかもあの見えてきたかなというふうに思ってます。で、これはあのえっと北米の研究者が出した西オバマ大統領のえっと動画になります。Obviously <you>、blackmail someone. Absolutely. Well, this was one, one here of、um, Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. The now, actor Jordan Peele is able to not only give a convincing voice. Uh, 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 で顔とか動作とか動きなどを学習させることで、えー、とフェイク動画がいとも簡単に生成することがすでにできます。で現在のコロナウイルスのような命にかかる重大な課題があの人類に生じたときにあのフェイクス、フェイクニュースによってパニックをどう防いでいけばよい,いのか、でえー、ともうすでに人では見抜けないレベルまで人工知能が進化したときに、私たち人類がどのように対処すればいいのか、えー、これらもう重要な研究対象というふうに私どもは考えております。 で、えっ、ー、と、ま、あここで、えっ、ー、と、ご紹介したいところが、えっ、ー、と、うん、こちらの方ですね。えっ、ー、とひ、あの、えっ、ー、とひだ、あ、ちなみにですね、本日のプレゼンでは、えっ、ー、と、 一部私ではない音声合成あの AI の僕の声で話した場面もありました、えーと。お気づきの方はいらっしゃるかもしれませんけど、えーとまあ、そ,そういうレベルに至っているという感じです。でここで紹介したいのが、えー、とこちらの見抜く AI になります。で左側は弊社が作っている偽札検知を行うための AI になります。で偽というものの自体が世の中に あの数本当に数少ないというか、そんな犯罪のものなので、えー、基本出回ってないものですね。で、そういった出回ってないもののデータっていうものを、えー、どういうふうに検知させるのかっていうところを、えーとまあ、我々の極小データからの AI の技術っていうもので、えー、と作り上げたものになります。で、これ実際にラスベガスであの動いているものになります。で、えー、と右側は、えー、と私どもではなく NII の山岸先生の,、えー、の研究者の発表されたフェニ ニュースを見にくい AI です。えー、先ほどのあのフェイクオバマのようなものに大変有効なものになります。 で私もあのあの音声の話もしてますけど、えー、と音声のデータの中に透かしを入れて、えー、とこれはフェイクであるということを、えー、と見抜くというところに関しても、同時にあの研究開発して、えー、と開発の中に入れているという形をやっています。でつまり、の AI の研究者というのは、善意に立って、えー、AI の研究と並行して、見抜く AI の、えー、と開発も進めているという形になっております。 でえー、とこちら最後となりますが、えー、先ほどのコロナマスク、AI の際にも伝えてましたが、今後のデータと AI の活用がどうなっていくのか、この映像を見ていただき、皆さんと一緒にテクノロジーを目指していくべき姿とは何なのかを思い描ければなというふうに思っていまハイへ向かう高速鉄道の車内で流れる30秒の車内放送を。 ある西洋人の男性がツイッターに投稿。瞬く間に話題となり、1日足らずで100万回以上アクセスされました。この英語の社内放送では、もし切符を購入しないで乗車した場合や、秩序を乱した場合、社内で喫煙したなどの場合には、規定に基づき個人の信用情報に記録され、減点されると警告していたそうです。 えと社会が徐々にこの AI の技術であったりとか進化させることによって監視する方向に行くということをわれわれはすごく危惧しております。でえー、と私の話は以上となりますが、えー、とコロナ対策で現在報じられているテクノロジーの活用というのは、えーとまあ、ソーシャルディスタンスという言葉にもある通り、あり守るためにみんなが離れていくこと。 っていうのを、えー、とマジョリティとしつつあるなというふうに、えー、と私は感じております。で、本来あるべき姿はそうではないはずで、テクノロジーの役回りというのは非常にあるというふうに思っています。で、人と人とが密接に関わって、えー、とフィジカルに関わっていくというのは、あのまあ、デジタルツイン、あの個人のデジタルツインを作っている我々としては大変重要であるというふうに感じています。それほどの、えー、と個人のフィジカルのデータというのは重要かつ、得意性があるというふうに思っています。 断絶から共,有へ共存へと書いてありますけど、えー、と私自身が、えー、と何が勇敢テクノロジーなのかというのは、えー、のまだ研究している状況ではありますけどもあのこのような人類規模で、えー、と考えられるあのタスクとして考えられるという機会は今だからこそというふうに思っていますので、えー、と皆さんのデータ知識、えー、知恵技術を集めて、えー、と皆さんと一緒にあのワクワクするような世界を実現していければなというふうに思っております。 ありがとうございます。はい、米倉さん、どうもありがとうございました。い,しいやいや、いやいや、いやいや、なんか本当にね。あのなんか sf の映画を見てるような <laughs>。そんな気持ちにちょっとなりましたけどもね。<laughs> 実際にもうここまで来てるんだなっていうことですよね。うん、これはびっくりしましたね。ねうん、はい。えっと北野さんはい。どうでしょう？いや、もう面白くてしょうがない <laughs> という形で <laughs>。<laughs> あのすごく前のめりに聞いてしまいました個人的にも、えー、と私自身がずっとこう今何て言うんですかね、えー、と制作をどうやってみんなに届けるのかっていうところの仕事をさせていただいてるんですけど個人的にもともとやっていたのがあの哲学であるだとか あのシステムの中にいる人間の、まあ、個体性って何だろうっていう研究をずっとやっていたっていう背景があったのでそこでどういうふうに技術がいけるんだろうみたいなことをもう本当にやってらっしゃってるってところだと今日をもう聞いててワクワクというか聞きたいことがいっぱいっていう <laughs> 正直そんなところだったんですけど一つだけあのすごく是非、えっと、聞いてみたいなと思ったところだけであ,のあってですね。はい ちょっとあの大きなところとちょっと小さなところあの大きなところで言うと,、えーとまあ、最初のムーンショットの話もあったんですけど、えー、とやっぱりオルツさんあのすごくインターナショナルな会社でいらっしゃっていてでそういう時にこのコロナがやっぱり起きて。でねど 今まで国とかやっぱエンジニアの技術者たち私ももともとロボット系のベンチャーやってたっていうところからいくと別に国籍とかで働くとこ決めたりしてない時があると思ってるんですけど突然コロナが起きると母国に帰れないとか <laughs> あのそういったようなことあると思うんですよまあそういったとこがあって、はい、改めて国を感じるってことってありましたかっていうのがあってその意味で日本ってまだこう こういうい超先端的な技術を会社としてやっていく時にどういうふうに魅力的でいますかねみたいなところをちょっと聞いてみたいなと思いました、うん、あの一つは背景にあの私やっぱいろんな自治体様とお話しさせていただくんですけど。はい、あの やっぱ東京じゃなくてどうやって僕たちの街で先端技術を呼べるんだろうみたいなことよく聞くんですね。まあ、それってあのスケールがちっちゃいか大きいかだけの違いだったりするなと思ってるので反対にじゃあ日本っていうところってまだまだ勝負できるとか勝負してて楽しいっていう場所かなみたいなのはあのまさにコロナの今だから聞いてみたいなと思ったのがちょっと大きな目線では一つであの小さなところでいくとあのスタックっていうサービスはなかなかあの。はい 挑戦的っていうかチャレンジンジグであのどういう意味かというとあのいわゆる公的認証よりももっともっと私は誰かを証明するっていうのをやりたいんですねって <laughs> 理解したんですよ <laughs> です。で、えー、とそれをフィジカルなデータでやってるっていうことなんだなと思ったんですけどあのそういうことのサービスをやろうとしてる時の「えスタックって何でそういうサービス名にしたの?」っていうのを <laughs>。 きっと意味がありそうであのワルツの音楽も意味がありそうで <laughs> そういうことも <laughs> <laughs> このすごいフューチャリスティックな世界から突然ワルツが出てからもうすっごい面白いと思って <laughs> その2つをあのぜひお聞かせいただければと思いながらきっとこんな話してるといろんな人方々が質問してくださるのかなと思っています。はい、わ、はい、かりました、えーっとまず えと3つあるると思ってるんですけど <laughs> あのまず分かりやすいあの、えーとあ、まず1つ目のですねあの国際的な環境でやっているといった時に、えー、と私もあのに私、えー、と副社長、私は代表やってるんですけど副社長は僕の兄がやってるんですが僕の兄はあのバンクーバーに住んでましてもともと時差が11時間ぐらいかな。 という形だとで、CSO は今、リバプールに住んでおりますので、うん、まさにあのコロナの影響であったりとか、あのリアルタイムにすごくこう判断を感じている方という感じですね。で、えー、と今回の,あの件があって、われわれの中でいろいろ話をしているんですけど、日本というところの得意性だなというふうによく話すのは、えーと、すごくいい意味で、あの私は言いますけど、鈍感力があるという風に思っています。うん <laughs> あの あの時間的なあの IT のテクノロジーとかもそうですけども、えー、とアメリカであの動いたものであったり中国で動いたものが、えー、と約2年から3年ぐらい後にあの日本でブームになるっていうこととかあったりとするんですけどその時に非常に日本人らしい日本らしいクッションがかかってるなっていうふうに思っています。でそこがあの日本の得意性を、えー、と作りつつ守っているなっていうふうに思っていまして。 私はここがやはり魅力的だなっていうふうに思っています。実際にデータで見ていくと日本語ってもう日本あの世界の中でもトップレベルに難しい言語で解析するのも相当大変ですと。えー、と使っている言葉がなんか4種類ぐらいありますみたいな、うん、いう状況ですけどそういったところで日本はあのあとゆったりとしたあの えと情報のの伝達の部分があるなと、うん、でそこが日本人を守っていて、えー、と文化を形成する部分にもつながっているなというふうに思っています。うん、なので私はここの部分というのがある種個性みたいなところにつながっているなというふうに思ってましてここはあの追求しつつ守っていくべきでかつあの面白い部分だというふうに思っています、うんで。あとはまああの余談のような話ですけど Google の,あのアメリカの社員であったりとかが えと行きたいあの転職あのあの、えー、と転勤したい場所はどこかって時に日本あの東京だという,うに言われるのは、えー、日本の,あのオタク文化であったりとかが大好きな人が <laughs> あのこういったあの分野にも多いので、えー、とそういうとこも明らかな魅力になってるだろうなというふうに思ってます。 でえー、と2つ目、えーと、スタックという名称に関してですけども、これはのスタックの設計をした当社の CTO がいるんですけども、そのものが好きなのが、オルタードカーボンというドラマがありまして、うん、でこれはあの、えー、と人間の,あの、えー、と本当に、うん、意識をです、ねえー、と衛星に打ち上げあの衛星とつないで、衛星に保管してです、ね、その肉体が死んでもです、ね、代わりの肉体にあの、 えっとインスタブすると動き出すっていうあの話があるんですけど、そのものであの首の脊髄でですね、スタックっていうカードを差し込むんですね。はい。<laughs> そこからか <laughs>。はい。でそのスタックから来ているという形ですね。おも、えー、はい。で音楽のワルツーが入ってるのはえっ、ー、と僕の兄がの副業じゃないですけど、えっ、ー、と作曲クラシックの作曲家をずっとやってまして。そうなの。はい。 で、あの、常に、あの、彼が作る、あの、何らかのこういうプロモーションビデオいうのが、あの、彼が選んだものが入っていると。はい。う、あの、あの背景でございます。はい。想定外に、あの、家族構成も聞けて。面白かった。<laughs> ありがとう。ご、はい、はい。はい。大変失礼しますし 質問が来ているので、あの非常にあの面白い質問というか、あのよく問いたくなる質問なので、これをあのご紹介したいと思います。でその間に、皆さん、視聴者の方も、えー、今ですよ、皆さん、ここで質問を投げないといつするのって感じですけど、うん、<laughs> 書き込んでいただければなと思いますけども、実はちょっと質問ですね、えーっと、個人のデジタルツイン技術がということです素人質問ですけどと。 えと個人のデジタルツイン技術の進化と哲学、倫理の線引きをどのように考えていますか、便利だけど生み出すことで人間がどのように過ごすか、無意味が生まれるクエスチョンマークが問われる気がします、ね。これ、つまり何だろうな、あのテクノロジーってそのどう使うかっていうその意味付けのところがないと、うんうん、右にも左にも行ってしまいますよねとで。それは いも直さず人間って何だっけっていうね、自分の価値っていうところにもまあ反射のように返ってくるところがあるので、これを米倉さんはどういうふうに考えてらっしゃるんですかっていう問いだと思うんですね。どうですかねね、そうです、ね、すっごい根源的なお話になるなと思ってるんですけども、えー、と私、あの先ほど兄が作曲家って話したんですが、あの若い頃はえっ、ー、は美術家になりたくて、あの美術の勉強をずっとしました。<laughs> でえっと、美術の勉強とかしてると,、えー、っと僕があの好きな作家でフランク・ステラっていう作家がいるんですけどあの人は何時何分何秒どこで生まれた誰の子供であるかっていうところであの運命づけられるっていうふうに言ってる人がいるんですよ。うん、でそこであのもう作られる作品もあの求めるものは決まるっていうふうに言ってましてで私はいつもこれをあの意識してましてあのまあ人にはあの皆さん えと無個性だとか自分はなんか使命がないとか求めあの考えられてる人も多いかなと思うんですけども、えー、とそこ,のしこの瞬間にしかできないあなたにしかできないことを形にしましょうっていうもしもですね突然タスクが与えられたらどう考えるかっていうと、まあ、もう人生総動員してあの自分の,あのしか感じられなかった記憶を総動員して何かをやるしかないな。 いうふうにに考えるよなってくるわけですよねで私はそこをあのいわゆるそこが、まあ、創造性っていうものにあ人間が与えられてる創造性につながってるなっていうふうに思ってましてでそれが、えーとまあ、実際にあの、えー、と子どもの頃とかは、えー、とみんな自由に生きてるのでそういうものだっていうふうに思ってるんですけどだんだん大人になればなるほど社会のシステムの中に入っていって、えー、とシステムの一員のようにして感じていってしまう。で えっとこれが実際にあのクリエイティブの世界とか想像の世界でだいぶ問題になってるなっていうのをえと社会に入って私、非常に感じました。想像性に関して信じている人はあのやっぱアウトプットのレベルがかなり上に上がっていけるただ、想像性に関して信じていない,という人っていうのはえと同じものを再現しよう同じものを再現しようというところに入っていってしまう。 でそこで結構迷いをあの作っていってしまうなっていうふうに思ってるのを、えっと、かなり体感をしてきたというふうに思ってます。でそこをカスタマイズあ、カスタマイズという言い方は変ですけど、えっと、使命感というものを発見するというのが、私は若い子が目指してマ,マネジメントの手法なんですが、えっと、それをどういうふうに発見していくかっていうのは、そんな生優しいものではないですけど、 丁寧にやっていけば、えー、とお互いに本当にこの、えー、と生きていて価値があるっていうものにたどり着けることができるんじゃないかっていうことを信じてるというのが、えー、と私のもともとの発想になってます。で、うん、そうするとそこをあの、えー、と今僕らの取り巻くあの社会システム上ですね、えー、とそこを阻害する要因っていうのは僕は大量にあるっていうふうに思ってましてそこをいかに、えー、と阻害する要因を僕らは気ける状況を作って。 えと自分の時間であったりとかをいかに価値があるということに気づけるかっていうところを作っていくことが今の社会を良くするには、えー、とそこは絶対にあの避けては通ってはいけないっていうふうに僕は思ってましてでそれをあのこのデジタルツインの技術を使って気づいてほしいなっていうふうに思っているというのがあの元々の発想になります。なるほど <laughs> 人間って良かれと思っていろんな制度とか仕組みとかね、まあ、文化とか習慣もそうだと思うんですけど作ってきてである程度そのなんていうか秩序だったり効率性みたいなものは、まあ、近代社会の中で実現してきているので、まあ、いろいろ問題はある,があるんだけれども社会としてはシステムが動いてますよとだけどその結果あの片方でなくしちゃってるっていうかね目をつぶっちゃっているようなところがあるのでそれを見える化す,見える,化する。 っていうと言葉として安っぽすぎるのかもしれませんけども、まあ、そういう本来持っていたものが、かなりどっかに深いところにもう眠,る眠っちゃってるところに行ってるところのものをまあ見える化する、レンズみたいな機能をこういうテクノロジーはもう一回あの実現する時代が来てるのよっていう、こんな感じですかあ。おっしゃる通りですね。うん、あの僕はあの今、僕らの仕事であったりとか、環境であったりとか、デジタルに囲まれてるような。 あの印象を皆さんん持ってると思うんですけど、うん、あのデジタルによって作られたシステムの中で生きてるっていう感覚はまだまだ足りないっていうふうに思っていて本当にあの1割にもたって至ってない事実上そうだっていうふうに思ってまして50年後どう見えてるかっていうと非常にフィジカルな状況に僕らは生きてるっていうふうに感じると思ってるんです。うん、でま、えっと、まだまだシステムあの えとデジタルのところでや,やらなきゃいけない役割があると思ってましてそれはあのルール先ほどルールっていう話をされてましたけどもだからシステムというもの自体が、えー、と人間が深く関わるべきものではないというふうに思っているところがあります。でそこはある一定のところでもう受け入れて、えー、とそこの中で自然に生きていくっていうあのものだなというふうに思ってましてこれはあの地球のあの えーと仕組みとか、そういったものと近いのかなっていうふうに思ってまして、そこが溶け合うみたいなことが、えーと、デジタルが進化することによってできるっていうのが、えー、と徹底的にやっていくっていうのが <laughs> あの、僕らの今の仕事じゃないかなっていうふうに思ってるという、あの <laughs> はい、哲学的話だこういう話です。お、は、もいんですけど、あれですかね、あのデジタルがずっとね、こう進んでいくと、そのなんていうか、自然環境みたいになっていくってイメージなんですかあのそう思っていますあそういうことなんだ。なるほどはい あのやっぱり人間ってあのと地球上特殊な生き物で、うん、えとかなりあの大きな脳を持ってで、えーとまあ、いろんなバランスをあの調整していくため人類というサイズで考えたりとか宇宙というサイズで考えたりとかいろんなことができることによって、えー、といろんな新しいルールを作ってバランスを作ってきたと思うんですけども、えー、とそれっていうのはあの結局は自然を追い求めていて。 えっと、自然と自分をどうマッチさせていくかっていうところにあの立脚してるなっていうふうに僕は思ってましてでそこをあの永遠に人間だけが考えていくものではなくて人間が生み出したものでつながっていくものだっていうふうに思っているとでそこを育てていくっていうのがあの今現状はまだあのデジタルであったりとかが、えっと、自ら考えて自らものを作るっていう状況ではまだないので、うん、そこが生み出されていくっていうところの橋渡しをやっていくのが 今の時代なのかなっていうふうに自分は思っているっていう。なんかあれですよね。私もよくこうデジタルガバメントみたいな話だとかするときに、あの今来年度とかあんま考えないんですよね。結局あの25年後どうかなみたいなことをよく考えるんですけど、なんかスパン的に言うとこう今デジタライゼーションするとか言うけど、いや全然。 言葉のデジタライゼーションっていうことを結構こう、えー、と細分化しないと謝るなと思ってしまうときが私も結構聞いてて今ああそうかと思ってあったんですけどデータ化するっていうのとその次にインテグレーションするっていうフェーズが来てでそれがこう調,和調和というかこうリンクして回り始めてデジタライゼーションになる。 っていう意味だと今全然そこには至ってないというか、やっとデータ化が始まったかも。みたいな話かなって。私も結構感じることがありますね。でもその時にあれですよね。あのやっぱこう人間らしさってなんだろう。みたいなところを常に持ちながら、あのインテグレーションすることの意味とか。何の分野を先にデータ化するんだろうとか。 そういったところはあの本当にいろんな分野の人が一緒になって話したいなっていうことがあるんですけど、うん、だからそこら辺がこう技術の方がこうう超最先端のことをやってる技術の方とあのさっきちょっとかどこかでアンケートみたいな話あったんですけどあ,のああいった時に結構こう使い方としては本当は制作形成みたいなものなんかできそうなアンケートのことやってらっしゃるなと思ってたんですけど。 えっと、そういうことをやるよみたいなこと自体を本当にこう60代の人いやいやもう10代の人20代の人国境を越えた人と話してみるみたいなこともやっぱり一緒にやっていきたいっていうかそういう世界がやっぱり来ないとデジタライゼーションってなんだろうみたいな話ができないなみたいなのはよくちょっと感じますね。うん なんかあんまり質問じゃなくてすみませんちょっとつぶやきになっちゃいましたけどいはい僕もなんかそこからまあお話の中で僕今回のコロナの件はすごくあの僕はあんまりこう精神のこととか考えずにあの常にテクノロジーばっか見てる状態ですけど。 今回はあの政治というものがいかに重要かということをものすごく体感させられた機会、自分の中になっているということと、あとはやっぱこういう状況になったときに、ベーシックインカムの話だったりとかは、しっかりとあの考えて実現させていくというのを、速度を上げてやらなきゃいけないということを結構体感させられた。先ほど北野さんがおっしゃったように、どこから手をつけていくのか。 うんという話になったときに僕らの,あのやってることって例えば仕事を奪うっていうことにもあの完全につながっているようなものをやってるっていうふうに思ってるんですね。うん、でただあの仕事を奪いたいわけではなくて、えっと、仕事をせざるあのしなくてもその人の本当の価値のところに集中させる環境を作っていくっていうのが本来やりたいことなので、うん、そうするとやっぱりベーシックインカムのような仕組みっていうのを テクノロジーを導入することで豊かにして作っていくっていうのを、まあ、誰か任せにすることなくあの自分たちがやっていくっていうことをどうやっていいのかっていうところは挑戦していきたいなっていうふうに思ってます。でここはあの僕だけでは全然無理なので、うん、あのこういった場で是非皆さんの意見とか聞きながら、えー、僕らもその一助をやりたいなっていうふうに思ってます。 あそういう今のベーシックインカムとかね、あの AI の世界とかって言うと僕はフィンランドの方にパッと癌なんだけど、うん、意識してらっしゃる国とかってあります？そうですね。僕はあのイストニアとかはやっぱり、うん、あの素晴らしいなっていう風うに思っています。で、場空間というかあの土地柄とか状況とかを全部踏まえた上でベストをチョイスされて、えっとまあ空間的に。 えっと、未来が作りやすいという環境を作られてるのであのすごくこううに思っていますでただやっぱり僕はあの海外にも住んだことあるんですけど日本が好きで日本帰ってきたっていう <laughs> タイプなので日本は日本独自のやり方あるなっていうふうに思ってるのでそこはあのもっと日本人出していいんじゃないかってい,ういつも思ってるんですよね。なんか あの海外の事例というのは事例としては重要だけど日本人はもう日本人独特の,あのゆ豊かさみたいなところを大きい声に出した方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うんでね、そのスマートシティの、まあ、こういう、まあ、集まりでこういうことをやってるんですけどで結局その人間中心主義の,そのテクノロジーの使い方でスマートシティを作りましょうとか。 えー、その最終ゴールとして、ウェルビーイング、まあ、幸せみたいなことを考えましょうとかねその日本人の中にあるこうどっかに眠ってるものにその火をつけることによってそういう形が見えてくるんじゃないかっていう感覚は持ってるんだけど言語化とか、ね、その行動に結ぶつけるっていうところにどっかねアクセルを踏むどころを踏んだらいいんだろうかっていう感覚が今、多分この業界っていうか。うん この集まりってあるんんだと思うんですよ一部の人はもちろんスマートシティのなんかちょっとギークみたいになって邁進してる人もいるんだけどでもその社会全体でその人間とテクノロジーの関係をどういう風に考えて日本的な街を作ったらいいのかっていうところになるとふっと思考が止まるってことこがちょっとあるんですね。うんうん、で,で米倉さんの今日いろいろとお話されたことの中にすごいヒントがいっぱい転がっているんだけどでもなんかこうどう掴んだらいいんだろうみたいなね。<laughs> なんかありそうでない、ないさそうであるみたいなね、なんかその色彩属、色彩属みたいな、そんなこういう感覚に、なんかとらわれる感じもするんだけど、はい、でで最後に、その今日見せていただいたあのあの、中国のやつあったじゃないですか、はい、あの辺なんかもこう、あっちに行ってはいけないのか、こっちに行ったらいいのかっていうね、こう少しガードレールみたいなものを少し透けて見せてくれたような感じがするんだけど。 日本的なその社会とか街を作るときに、ここに鍵をさせばドアが開くよみたいなところって、なんか思うところってありますそうですね、すっごい難しい質問だなと思うんですけど、<laughs> でね、AI でマルエージェント、こういうことをやってるとですね、きょうのご質問にもいただいたんですけど、あの北米の人とかはあの、これを見たりとかすると、すぐ頭が浮かばれるのはターミネーターなんですよ。 あ, <laughs> あ,のあとは春ですね千一年の春でいつか人間に反逆してっていうことを考えるんです、うん、でだけど日本人の中に僕はいつもよく言うのがドラえもんがいるんですよドラえもんね <laughs> ましたねはいはいはい <laughs> あのレベルが上がっていくと愛情が生まれるっていうふうに思ってるっていうのが、えー、あの日本人の感覚の中にあるでこの差って僕は実際すごく大きいなっていうふうに思っていて まあドラえもんというのはどこが生まれたのかというのは多分日本的文化が生まれてると思うんですけどあの日本人の中ではやはりあの、えっと、物には魂が宿るっていうで魂と生きてきたっていう感覚があの昔からあるんじゃないかなっていうふうに思っていてで、うん、そこを信じてるからあの踏み外しにくいあの,のが日本人の考えるとこかなっていうふうに思っていますとなのでそこは僕誇りを持ってあの信じていいんじゃないかなっていうふうに 思ってるっていうのがあのちょっと説的でで申し訳ないすすけどそういところはあります僕の大学時代からの、まあ、長い付き合いがある友達も同じことをちょっと言ってる人がいてね、はい、ドラえもんだって言ってる人がいてでドラえもんってそののび太の代わりに何かやってくれるわけじゃなくてのび太を助けるだけなんだよね。 でのび太が自分で失敗したり成功しないしながら大人になっていくっていうか成長していくっていうのを見守ってくれる未来から来たのもっとこういうことになっていてその辺がなんかこう何ていうのそのターミネーターとか春みたいになんか人間を乗り越えてってなんかやっちゃうっていうんじゃないっていうところにね大きくこう思想哲学の差があるんじゃないみたいなやっぱりドラえもんっていいんだよねっていうで日本人の心みんなあれドラえもんが宿ってるしね。 ああいうのは、はい、そのテクノロジーの使い方としては日本的なんだよねなんて言ってる人がいるけどまさにね米倉さんから同じ話を聞くとは嬉しいから驚くよ、ね、うな感じだな。ものを作る とということじゃなくてちょっと完璧じゃないところの保管をし合うことで愛着が湧くみたいなドライバーもえもんえな何で耳食べられちゃうのみたいなところがいいみたいなそういうところをこう、まあ、なぜは日本人は持ってるんだみたいなところとかもあると思うんですけどなんか技術の使い方っていうとふわっとしちゃうけれど本当はそこに日本の良さみたいなのがある時はもっと日本だからこそ伝える世界に出せるものみたいなメッセージで。 こう海外の人たちがそこに日本に魅力を感じて帰ってきてくれるみたいなだからそういったとこは私は結構あると思っている,ってとこるそれでごめんなさいちょっとでも結構面白いすごいこうご質問というか大事なご質問だなと思っていて要するにやっぱりでも何かしら気持ち悪さは残っちゃうと思うんですよ。えっとうん これ米倉さんが見せてくれたあのスライドの中で、まあ、こういうふうに自分のデータっていうのをどこで集めるかっていうやり方が今2つありますよっていう話があったと思っていて USA の場合だとあのガチにこう中に入れて撮るっていうちょっとこう気持ち悪さが倍増するのもありつついやいや違いますもう1つのやり方はいろんなあの写真だとかそういうようなフィジカルなデータを集めてます。えっと どっちも気持ち悪さが残っちゃう世界観があってなぜかというとなんとなくこう監視されてるとかえそれはどこにデータが集まってしまうのだとかそういう,こう誰かがこう自分をトラッキングされ続けてるみたいな多分そこをこ岡田さんなんかもご質問くださっていてどこかで誰かが何かがバランスを取らなければいけないんだろうなとそこってなんかこうアイディアとかお考えとかっていうねコラさんあれですか あのまあ僕らのスタックっていうのがあの今日北野さんがおっしゃっていただいた通りあのまあ国が掲げるあのうんとえっと国家というサイズ感での ID 以上の ID を目指しているっていうところそこがそこにあの考えとしてありますあのえっとデータっていうのは誰のものなのかっていったときに。 あの僕らデータの民主化ってすごく言うんですけどどこまでの民主化って徹底的に個人のデータであるっていうこと <laughs> ここがあの本当に民主化だと思ってるのであの個人にしかも再現復元ができないっていうデータの持ち方っていうところがそれをあの提唱していくっていうふうに思ってますなので、えっと、ここの,あの妥協っていうのはもう一切あのしてはいけない領域だっていうふうに思っていてまあオルツさんもそこはもう本当ポリシーというか えと考えとしてそこはもう絶対にあの崩さないというスタンスで、まあ、テクノロジーとして、えー、とあるべき姿あのテクノロジーあの社会的今実情として例えばマネタイズとかそういったことに対してこうでなければいけないとかではなく、うん、テクノロジーとして、えー、と個人に立脚する個人の民主化ってどういうふうに持っていくかっていうところに徹底的にあの持たせているのは、えー、とそこの目線っていうのが重要だなっていうふうに思ってるから。うん ですはい、あれですよねさっきあの米倉さんがおっしゃっていた何でこの技術をやろうとしているのかっていうのが、えっと、仕事を取るんではなくて、えっと、自分自身のクリエイティビティとか想像力とかもともと持っていたものをよりそちらに時間を使っていくより自分らしさを問うための、えっと、ことをやるためにこの技術を出すということを考えているっていうお話があって。 あのその以降前にあの別の、えっと、方が質問くださっていて要するにデジタルの人格じゃなくてリアルを充実するためのデジタルであってほしいっていうご意見あるんですけどあのそれをぐるっと回転させて米倉さんがおっしゃったところに返すと結構すごいメッセージを個々人に発してるなと思ってるんですよ。それ何かっていうとあの誰かの決めたルールに4日っ,かかって生きるって楽なんですよね。 それれだってて言われてるんですよね米倉さんに <laughs> あのルールとか、えー、とどれは自分のデータであっていいとかリアルの、えー、と自分らしさは何かとかリア,ルリアルな充実とか自分でやれるっていうふうに自分で持ってけって言われていて多分だ,だからそのそこを決めるところはデジタルでやれるけど えと結果的にそこの覗いた結果自分自身のコアがない人ってこうどうするんだろうみたいないやいやダメだそんなこと言ってちゃうみたいなだから結構こうおっしゃられてるところは大事なところでもありつつあのよっかからない自分は何だろうっていうことをちゃんと考える、まあ、考え方とか教育とかいろんな意味でこう社会の構成を変えていかないといけないような技術を やっていこう2050年を作ろうとしてるんだなみたいなのがありましたそうですねリエールを充実するって何だろうっていうのは自分で決めなさいっていうことなんですよねきっとねそうです僕はあのこのご質問頂い,いて今の北野さんの話聞いててうかんできたのは僕はあのコロナに入ってあの自宅にずっといなきゃいけないって言った時にまずやったのはオンラインコーチング始めてまして。うん オンンラインコーチングの方にあのいろいろ教えてもらうっていうことをやり始めたんですけどあの僕にやったコーチングっていうのがあるっていうふうに思っていてでそれは僕はあの最近やり始めましたけど本来であれば、えー、とそれってあの本当に学校教育からあっていいんじゃないかなっていうレベルで僕らってあの磨いていった方がいいんじゃないかなと思ってるんですねでそこはテクノロジー使って、うん、とこの人の,あの未来 あの成長のためにはこの人が追求していくところに関してはこの人と出会うべきだっていうようなものであったりとかを、えっと、テクノロジーを使って、えっと、レコメントしていくとやったりとかを社会全体取り組んでいくとかは、うん、あのや,やりたいなっていうか僕の世代でもうやりきりたいなっていうふうに実はですねこのまままくと朝まで生テレビに行 <laughs> <laughs> ってて <laughs> めっちゃ面白い NHK スペシャルクローズアップ現代ついに朝まで生テレビまできそうな感じなんですけど今日はすみませんけどここで一旦示させていただいて米倉さんとしたんですけどやっぱり関係者集まって朝まで生テレビやらなきゃだめかもしれないっていう気が本当にしましたので <laughs> <laughs> 楽しみにしていただければなというふうに思いますえー、っと今日は米倉さんどうもありがとうございましたありがとうございました大変勉強になりました <laughs> はい、ありがとうございます。どうぞ、引き続きよろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、あの、事務局に、あの、ええー、と、申しまして、えー、とえと、ー、締めに参りたいと思います。じゃあ、あの、土屋さん、よろしくお願いいたします。はい、えー、本日はどうもありがとうございました。ええー、と、スマートシティインスティ、ええと、事務局の土屋と申します。ええー、と、最後にですね、ちょっと簡単に、あの、私ども <laughs>、スマートシティインスティ,ティーと、のご紹介と、それから、えー 今後のウェビラーについて、ご案内をさせていただきたいと思います。私ども、スマートシティ・インスティテュートは、昨年の10月に設立された、山間学民オープンなプラットフォームということで、日本のスマートシティの拡大高度化に貢献していこうということで、主に海外先進事例の情報収集、ナレッジの共有、それからそれに基づくいろんな社会への発信と。 いうような活動をやっていこうということで動いておりますで現在260名の、260社ですね、えー、団体含めてですね、えー、ご参加いただいておりますそこに書いてますように、参助会員として、えー、自治体様にも数多くご参加いただいておるという状況でございますで一つの大きな特徴が、えー、とですね えー、エグゼクティブアドバイザーということで、まあ、各界の有識者の方、まあ、スマートシティの、いろんな分野のですね、えー、有識者の方にもご活動に参画していただいております。えー、このウェビナーシリーズもですね、あの、いろんな方にご登壇いただく予定になっておりますということでございます。で、会員制度については、えー、まあ、法人を、法人の会員制度になっております。で、正会員として事業会社様。 えー、ご入会いただいて、まあ、この年会費をもとに運営をしているんですけれども、一方で、地方自治体様、それから大学とかあ関連の団体様につきましては、無料の参上会員ということでご参加いただきますので、ぜひ、あのー、ご参加もご検討いただければというふうに思います。それから、あそれ以外のです、ねまあ、個人の方も含めて、えー、社会への発信というのも強化しておりまして、ツイッターであるとか、フェイスブックでいろんなあ活動を 情報を発信しておりますのでぜひこちらの方もフォローしていただければというふうに思いますで、えー、今回のウェビナーシリーズでございますがいくつかに分かれております、えー、今やっておりますですねこのコロナ対応急げということで本日おお、えー、オルツ様にご参加あのご登壇いただきましたが今後もですねカヤツ様それからパフリテック様と,、えー、と毎週金曜日原則で続いていきますので、えー、ぜひお申し込みいただければと思います それからそれ以外のシリーズとしまして、えー、スマートシティワンオンワンシリーズということで、えー、スマートシティのです、ねえー、まあいろんな事例海外の事例も含めたナレッジの共有のシリーズそれから レジリエンスをテーマにして、ですね、各国のコロナ対応等を切り口に、まあ、今後のレジリエンスの考え方を議論したりというようなコーナー、それからまあサーキュラーエコノミーをテーマにしたシリーズというような形で、これ以外にもまあ今後、またどんどんシリーズを増やしていきますので、あのぜひフォローご参加 いただければと思います参加の方法はですね PTX であの一般公開のものについてはご案内していますそれから社団法人のホームページでもご案内しておりますのでぜひこちらでフォローしていただくと思いますそれからあの過去の動画はですね YouTube で 配信しておりますのでこちらもぜひ見逃した回あればですねご覧いただければと思いますそれから最後になりますけどもえー、っとこの終わりましたら皆さんにですねアンケートのご協力のメールがいきますまああの二三分あればあのご回答いただける簡単なアンケートでございますのであのぜひご協力いただければというふうに思いますそれでは今日もちょっと時間超過してしまいましたがこれにて終了とさせていただきます、えー、本日はよろいく様それから えー、北野様どうもありがとうございましたお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました失礼します失礼いたしますありがとうございました。